もうすぐ夏か。嘘。今何月だと思ってんの。まだ春も来てないよ。私はバーベキューしたいな。あれ、俺の声届いてない。私今年はバーベキューじゃなくてキャンプしたい。キャンプ？うん。任せて。去年キャンプデビューしたんだ。そうなの。そう、もう本当にさ楽しかったんだけどさ。何？なんかあったの？おお、なんか奇妙なことがあってさ。夏のキャンプの奇妙な出来事といったらもう危ない匂いぷんぷんじゃないですか。何があったの？今年流行りのグランピングってのやったんだけど、 お昼過ぎにキャンプ場に着いて、したらどうやらキャンプファイヤー使ってもいいみたいな。だから早速みんなでやろうってことになってさ。キャンプファイヤー今まだお昼過ぎだよね。ああ、でさ続けないで。でし今いいとこなんだから。どこが？キャンプファイヤーってさ怖い話したくなるじゃん。だからやろうってことになってさ。やるの？うん、集団心理っていうの、こうみんながいて安心感あってさ、あんまり怖くなかったんだよね。昼下がりだからでしょうが。バカか、バカなのか。やっぱり持つべきものは友だね。黙れ。でみんなで定番の燃えろよ燃えろを歌ったのね。いやお前らは歌うな。照らせよ照らせよ真昼のごとく。真昼じゃボケ。炎よ渦巻き闇を照らせ。照らされてんのよお天道様に。買い殺しじゃそんなの。歌詞の買い殺しもいいとこよ。歌詞の買い殺しって何？そこに引っかかるな。もっとあるでしょ引っかかるとこ。え、あのさ、あの作詞者あれ不詳なんだって。あ、そうなんだ。誰が書いたかわかんないんだ。なんで急に興味なくなったんだよ。でさ、この後その後にね、やっとバーベキューってなったの。だけどさ、こうグランピングだからさ、あんまり肉はこうもう揃ってるわけよ。でも普段食べれないようなお肉がいっぱいあって、こう取り合い取り合い。でね、片付け終わって、じゃあみんなで釣り行くかってなってさ。釣り？今から？そう。キャンプファイヤーと順番逆じゃね？でさ、もうこう入れ食い状態で、ね、アロアナとかピーコックバスとかピラルクとかさ。ジャングルなの？どこのキャンプ場それ？もうみんなはしゃいじゃってさ、もう遊んで楽しい時間ってあっという間だったなって、うん、急にそんなしんみり。まあ来年も行こうぜって約束したんだよね。いいね、夏の思い出って感じ。あれ、でもさ、なんか奇妙なことがあったって。何？終始楽しそうだったけど。もうおかしいんだよね。え、キャンプファイヤーと釣りの順番逆じゃね？そのくだり終わったから。え？え？いや、すごい楽しかったんだけどさ、私が行ったのソロキャンプなんだよね。